皆さん、こんにちは。10月6日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。10月6日の誕生花はオミナイシとヤブランです。これらの花は日本の自然に溶け込む美しさを持ち、私たちの日常にさりげなく彩りを加えてくれます。それではこれらの魅力的な花について詳しくお話ししていきましょう。オミナイシは秋の風物詩として多くの人々に親しまれています。この花の名前はオミナイシを意味し、花の優美な姿から名付けられました。原産地はアジアの温帯地域で、日本でも多くの場所でその姿を見ることができます。オミナイシの花言葉は真実の愛。細く伸びた茎の先に小さな黄色い花をつけるこの植物は、愛の深さや純粋さを表していると言えるでしょう。次にヤブラン。ヤブランは日本固有の植物で、主に山間部の湿った場所に生息しています。この植物の最大の特徴はその果実、こなすと赤くなり、鳥たちの食物としても知られています。ヤブランの花言葉は驚きの美しさ。確かにその独特な姿は見るものを驚かせる魅力が溢れています。これらの花々は日本の文化や歴史とも深い関わりを持っています。特にオミナイシは古典文学や和歌にも多く読まれており、日本人の感性や美意識に根付いてきた花と言えるでしょう。またヤブランはその得意な姿から多くの伝説や物語に登場することも。オミナイシとヤブラン、これらの花々は私たちの生活に深く関わってきました。四季折々の風景の中でそれぞれが放つ独自の美しさや魅力を感じ取ることができます。私たちにとってこれらの花々はただの植物ではなく、私たちの心や感性を豊かにしてくれる存在です。最後に、このような自然の恵みに感謝し、これからもその美しさや魅力を大切に感じ取っていきたいと思います。そして皆様にもこれらの花々との出会いや触れ合いを通じて多くの感動や発見がありますように。最後までご覧いただきありがとうございました。動画制作の励みになりますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆様にとって今日が素敵な一日になりますようにお祈りいたします。